火曜日から始まったんですが、あの本当にここのスタッフの方にライブもやってもらっていいよって言われて、あ、これはもう一番来たってこう、ね、皆さん知っている方も多いと思うんですけど、電話してみようと思って、あの連絡取って受けるよって言われて、あの急遽決まりました。で、自分は歌う下手なんですけど、まあ、こういう機会もないから自分の空間のね時にやってしまおうかなと思って、最近加納サッチャー君っていう昔から30年以上の知り合いなんですけど、僕は中学生くらいの時から知り合いで、まあ兄弟の次に長いぐらい友達なんですけど、彼と一緒にするにやってるんですけど、まあ、お願いします。1曲目は天国の階段下るって言ったんですけど、ね、そうかね、そうか、あのそこの一番初めの入り口にある絵を詩を書いてから絵ができたんです、2週間前に。その歌です。お願いします。階段を登る、階段を登る、地獄から天国へ、廃墟とかす待ち寄せに、もうスピードで踏み外さないように、階段を登る。ここはチョモラーマの絶壁か、それともエベレストの山頂か、五感の中寒くて死にそうで、階段を登る、階段を登る、ここに着いたとき、日本で一番有名な詩人と言った姉が手招きして待ってた。お前もよくここまでたどり着いたと、銀河の世界で星屑の彼方で、幻想の中の二人が踊る。そこに残ることを断固として拒否した、そこにいることを断固として拒否した、この世に残した息子がいるから、この世に残した母さんがいるから、
山を下る天国からの階段、この世への階段、階段を下る、階段を下る、階段を下る。ありがとうございます。ね、場数を踏めばちょっとずつ上手くなりますね。もう初めね、やった時はむちゃくちゃだったもんな。うん、中学生だからな。な、そう、ね、もしかしたらな、もしかしたらな、半分なかったな、半分なかったな、半分なくて、半分なんか段々狩りで、うん、半分挑発で、で、野生でして、うん、かっこよかったよ、かっこよかったな。今はなんか赤ちゃんみたいな感じだけど。まあよろしくお願いします。2曲目は、レゲエの人で、ボブ・マーリーという人がいて、その人のノーマン・ノークライ、泣くな女よっていうやつなんだけど、男も泣くんですね。だからノーマンノークライ、僕の場合はなんだけど、まあ、ノーマンノークライっていう歌で、あの詩を作るのが好きなんで、詩を聴いてもらえたら光栄です。いただきます。感じるさ、あの光よ。その時お前、光の意味真正面から受け止めて、全てはなすがまま。もう泣かないでよ、ベビー。さあ涙を拭いて、君の涙はわからなかったよ。けれどもおいらのハートの上に、君の涙あふれた時、おいらは何も言えなくなって、そーっと隣に佇む。君の涙が土の上に落ちて、草や木々の養分となり、そう虫となる。Everything will never be alright. Everything will never be alright.Everything will never be alright. Everything will never be alright. 全てを流れていくのさ。僕らは生きるだけで全てを流れていくのさ。僕らは出会ったんだ。Everything will never be alright. Everything will never be alright. No woman no cry.
No, mama, no cry. No, mama, no cry. 姉さんが言ったあの夜、母さんの正義を見た。姉さんが言ったあの時、母さんの正義を見た。母さんお願いだ、その荷物を少しでも僕に持たせてくれないか。母さんお願いだ、重たい荷物を僕に持たせてくれないか。姉さんは優しい声でこうつぶやく、みんなにありがとうねって。 No, mama, no cry。最後となりました。カノー君のギターで消えちゃった、消えちゃった、大丈夫、大丈夫、倒れるんですよ、二人で盗作をした。いや、できないね。そうか、そうなんだ、くださいよ。ギターやってくれたらお三味線いけるのかな。そうね、いつも目かけてるね。僕の住んでるのは神戸市の兵庫区の大海通りという大海駅にの、ね、立ち飲み屋が、あの大家さんの1階にあって、そこのお客さんも今日来ていらっしゃって、あのとても光栄なことなんですが、そこでこう新海地とか分かる人は分かるけど、こう長田とか挟まれてるこの兵庫駅周辺というか大海のこう地域性を歌った歌です。大会通りです。よろしくお願いします。
私朝におはよう、新聞屋さん、派遣の励むおっちゃん、立ちんぼの方々、早朝サービスの姉さん、今日も一日ご安全に。いいね。終わった後には照れながらいっぱいさ、じゃんじゃんラスマライ、じゃんご飯炊くじゃラスマライ、ナチュラルグッドモーニング、ナチュラルグッドモーニング、冷たい朝におはよう、優しい朝におはよう、できなかったことがすればよかったことが、できなかったことが、やりたいことが、たまりすぎておいらの金庫はいっぱいさ、じゃあじゃあラストファーライ、じゃあご飯炊こうか、じゃあラストファーライ、ナチュラルグッドモーニング、ナチュラルグッドモーニング、冷たい朝におはよう、優しい朝におはよう、お店の姉さん、おやすみなさい、立ち飲みのおばちゃん、朝の一からスタートした。ありがとうございました。お次は本気ふもとの大町町さん、お願いします。